ジムロスはアメリカ合衆国のプロレス実況アナウンサー。オクラホマ州タルサ出身。通称 JR。プロレス団体 WWE の経営戦略部門の副社長を務め WWE の看板番組の実況を担当していた。レスラーではないが、ストーリーに応じて極まれに試合に出場することもあった。現代アメリカのプロレス界を代表する実況アナウンサーで、 テンガロンハットとメガネはトレードマークである。少年時代からプロレス好きで、当時は同じオクラホマ出身の英雄ダニー・ホッジのファンだったという。学生時代はオクラホマ州立大学アナウンス部に在籍していた。1980年代初頭に地元オクラホマをサーキットエリアとするビルワットのムズワにてリングアナウンサー。 インタビュアーを始めたのがプロレス業界での仕事のスタートである。1985年頃にはムズワの看板アナウンサーになり、同団体が全米進出を開始して UWF と解消してからは参入マーケットの拡大にも手腕を発揮した。UWF が NWA に買収され、さらに NWA が WCW へと体制が 変更されても引き続き活躍していたが、1993年に WCW 上層部との対立を起こしていたところ、ビンス・マクマホンによって WWF にスカウトされ、移籍。レッスルマニア級にて WWF 登場を果たし、当時は実況を務めていたビンスなどとコンビを組む。以降、セミリダイアして実況席に就いたジェリー・ザ・キング・ローラーとのコンビで、 WWF のテレビ番組の実況担当としての地位を築いた。WWF ではレスラーを統括する部門の副社長にも就任。レスラーからの信頼は高く、ストーンコールドスティーブ・オースチンは親友であると公言している。アナウンサーでありながら、レスラーや関係者との構想も数多く繰り広げており、エリック・ビショフが WWE に登場した2002年以降は、 それに関連した構想で何度か試合を行っている。試合に出場する際は、実況席の相方ジェリーローラーとタッグを組むことが多かった。2005年2月4日の RAW テレビショー、ロードトゥーレシルマニア21ジャパンツアー埼玉、スーパーアリーナ大会にアナウンサーとして初来日、実況を務めた。2005年に入り、腸の手術による番組の長期離脱の必要性が、 発生した。同年10月の PPV である WWE ホームカミングにて、オースチンがマクマホン一家にスタナーを繰り出すのを止めなかったことを理由にストーリー上解雇される。それに橋を発し、オースチンがジムロス復帰をかけてジョナサン・コーチマンと PPV タブーチューズデーにて試合をする予定であったが、オースチンが PPV 直前に WWE を離脱し、 ストーリーは中断することとなった。手術後の2006年3月18日、サタゲーナイトメインイベントにて実況アナウンサーとしての復帰を果たした。当初は PPV などを中心としたパートタイムでの活動だったが、同年4月よりフルタイムで復帰。2007年には WWE 伝道に迎えられた。 2008年6月のドラフトでスマックダウンへ移籍するが2009年10月からは体調を崩し実況から退いた2010年5月に WWE とのタレント契約が満了契約更新後は WWE のスカウト部門で活動する一方たびたびテレビショーに登場しヒールターンしたマイケル・コールとの絶戦やパフォーマンス対決などを行った 2012年6月番組構成が変更された NXT に実況担当として登場。放送席への久々の復帰が実現した。さらにローラーが心肺停止で倒れてから一時的に RAW にも出演。コールとも自然に和解した。2013年 WWE を退社。その後は2015年1月4日新日本プロレスの レッスルキングダム9イン東京ドームにおいて北米の PPV 放送の実況アナウンサーを担当した。2016年には NWA 電動に迎えられた。2019年4月、エトの契約が発表された。ありがとうございます。